ちゃん。こんにちは、さゆたかさん。はい。豊さんの大学の後輩でもある阿部新監督。はい、まあいろいろね指導しまして、いろんなところで、まあ、発言されたりとか、まあ、その発言がどうしても記事になってしまったりというのはあるんですけれども、まあ、そんな中ちょっとびっくりしたのが、阿部新監督、新人の選手たち来年の春季キャンプ一軍スタートを示唆というところ、まずそこは。まあそりゃそうだよな、はい、あの西舘っていうのも、まあ、1軍レベルのポテンシャルはもう十分持ってるし、はい、本当にローテーションにね、入ってほしい、まあ、選手の一人だろうし、そうです、ね、あとはやっぱこう社会人から多く取ってるから、そうです、そうです、だからそれはもちろん社会人からってなってくると、やっぱ即戦力っていうのはすごく考えてるから、はい、だからまあ1軍スタートっていうのはもう当然かなっていうふうには思うよね。そうですよね、阿部監督が新人選手たちは元気だったら今のところ全員1軍スタートさせようかなと思っているので、いいオフと1月の自主トレを過ごしてほしいと、まあそりゃそうだな、はい、で、ドラフト1位の西舘選手もそうなんですけれども、支配下で指名した5選手が大学だったり社会人の選手ばかりなんですよ ね、はい、なのでまあ高卒の子は結構2軍でもどんどん成長してきている年代がありますので、そういうのを加味して、ああいうふうなドラフトになった、そういう選手たちを、まあ、来年のキャンプで1軍からスタートさせたいと。まあのんびりしてる場合じゃないからね、はい、やっぱ特に社会人から来る選手たちは ね、若いとはいえアマチュアの中でやっぱ最高のレベルでやっぱやってるわけだから、はい、だからそこら辺はやっぱのんびりしてる場合じゃないよって、成長期間なんかないよって、もう1年から勝負だよっていうような、まあそういう言葉の裏付けがあるかなっていうふうには思いますね、はい、これはすごく前向きというか楽しみな、ことだなと思っていたんですが、はい、さらにですね、その来季のチーム方針について聞かれた時に、はい、まあとにかく競争して自分で掴み取ってもらおうかなと、ここからです。来年多分チームの決め事として、はい、2軍で無双していても、1軍では先発させません、まずは敗戦処理という順序があると思うので、そこで抑えてチャンスを掴んでもらいたいなというのはありますというところで、ドラフト1位の西舘投手に関しても、最初は先ほど言ったルールに従って2軍にいれば敗戦処理から行かせます、まあ、本当はいいところでという思いはあるんですけどと、点々点というところで、これに対してちょっとファンがびっくりというか、まあやっぱりね、阿部慎之助っていうのはやっぱこう競争して、はい、そのポジションを勝ち取ってほしいっていう、うん、例えば開けて、はい、お前のために開けといたからはいどうぞっていうのは嫌うんだろうな、そうかもしれないですね、やっぱり自分でこじ開けろって、はい、そのために無双してても開けた時に先発じゃないよっていうようなことは言ってるんだろうけど、今までの傾向として、うん、結構その2軍でいいピッチングしてたら、じゃあちょっと先発初めて使ってみよう、まあまあ例えばさ、はい、先発型で育てたいのか、うん、中継ぎなのか、うん、まあその形によって違うよね、はい、だから阿部監督が言いたかったのはそうじゃなくて、うん、こう誤解を招くような言葉ではなくて、はい、やっぱ形があって、ね、だけどその先発がまだ足りてるのに、ね、うん、良かったからって先発回さないよって、はい、よかったらやっぱこう中継ぎ、少しやっぱ楽なところでしっかりした経験をしてっていうことなんじゃないの、だから逆にとれば俺は愛情を感じるんだよ、そんないきなりプレッシャーがあるね、ポジションで使うんじゃなくて、やっぱ2軍から上げた選手はまずアイドリングから始めろと、でその敗戦処理っていう言葉を使ってるかもわからないけども、少し楽な場面でその1軍のマウンドになれろと、はい、例えばよ、東郷が2軍に落ちましたと、はい、なんかアクシデントかなんかで、無双だよね2軍だとでも帰ってきてもなありませんよっていうことはないよ、これもちろんそうですね、これはルーキーとか、そういうことに限りだよ、あそうか、そうかだと思うよ、なるほど、例えばじゃあ2軍で先発で投げていて無双で、それでもやっぱ1軍上がってくると先発ではなくてやっぱ中継ぎのビハインドの場面で先発が足りてたらな、足りてなかったらだからローテーションでこれしっかり回ってるのに、うん、まあそうですね、1人入れるというのはバランスが崩れるから、うん、だからそういうことはしませんよと、はい、その時は中に入ってもらって、うん、楽な場面でちょっと一回様子を見てっていう、だから結構慎重にことを進めようとはしてるな、あと若手の選手にプレッシャーを感じさせないように、プレッシャーで潰させないようにするとか、うん、そういうのも加味されてるんですか、まあ可能性はあるよね、だからまあその誤解を招くような言葉だろうけども、はい、
今の段階では、うん、ね、まだ試合が始まってるわけじゃないから。まだそうでした。だから、ね、よくは取りたいんだよ。あ、だから愛情の方で、はい、選手に余計な負荷をかけないで、やっぱ一軍でせっかく上がってきたんだから、やっぱちょっと楽なポジションで投げてもらって、あ、これはいけるなと思ったら先発に回すとか、はい、そういう順序をしっかり守りたいっていうことなんじゃないの。これはじゃあ桑田二軍監督とも連携は取れていることなんですか、ね、いや、それは分からん。まあ、そうですよね。いや、それは分からんけど、いや、だけど二軍監督は何と言おうと、うん、やっぱり指揮を取ってるのは一軍監督だからさ、はい、だからそれは二軍は一軍に従わなきゃいけない。そっかそっか。それはルールがあるから、はい、だからそこら辺は誰が言おうが何でしょうが、うん、安倍監督が思った通りにやることが一番だよ。ああ、そういうことなんですね。何も敗戦処理で敗戦するのを待っててよし行けって言うんじゃなくて、うん、やっぱポジション的に少し楽なポジション、ね、1点2点とかビハインドのゲームでよしここを抑えたら仮に逆転するかもわからない、勝ち星がつくかもわからない、うんうん、そういうところで投げさせておいて、まあ、それで、あ、これはいいなと思ったら先発に回すというね、うん、まあ、そういうことを俺は言ってるんだと思うよ、うん、だから案にもう絶対それが絶対のルールじゃなくて、やっぱこう先発型でね、若い時から育てて、はい、来た選手もいれば、いや、これはまあどう見ても中継ぎの選手だっていう、これでもうスペシャリストになってもらおう、うん、これは抑えのスペシャリストだってある程度2軍の首脳陣も考えてると思うんだよ、はい、ね、でも1軍でアクシデントでローテーションピッチャーがちょっと欠けちゃったと、うん、そしたらこん中から誰かみたいな、うん、ね、そしたら先発で多分使うと思うよ。ああ、そういうことなんですね。それはそれはそうだよ。それか安倍監督のそのコメントを見ると、中継ぎで良かったやつをこう先発に回して、うん、そのポジションに2軍で先発してた人間をちょっと試しで入れてみるとかさ、そういうことだと思う。あ、だっていきなりさ、ね、先発打たれました、うん、はい、ちょっと申し訳ない、またもう2軍行ってくれっていうよりは、うん、ある程度の期間を見てあげたいっていうような、うん、まあ、そういうことなのかなっていうふうには理解はしてやりたいけどね。そうですね、確かに。これがシーズン中座っててうまくいってなかったらとは叩かれると思う。まあまあまあ、そうですね、シビアな世界なので、まあまあね。ただその各チームのその投手陣の育て方っていうのは、はい、例えばソフトバンクホークスだと最初中継ぎで、そこからいいと先発にっていうチーム方針もあれば、例えばロッテの吉井監督なんかはすぐにそのポジションで起用したい、その監督によっても全く変わってきますよね。まあ、だから今までのその歴史があるじゃない、はい、まあ、ジャイアンツと、まあ、別のチームだったら、まあ、プレッシャーが違ったりとかする時代もあったしね、はい、だから今はまあそんなことないと思うけど、ただやっぱそれを感じながらやってるのがジャイアンツの選手なんだよね。うん、まだ意識過剰というかさ、そういうところでやってる部分っていうのはあって、はい、だからよりプレッシャーがかかるというかさ、やっぱこう報道もね、一番来るのはやっぱ阪神とか巨人とか巨人とか阪神だから、はい、やっぱプレッシャーはかかるのかもわからない。で今までこうコーチの経験があり、2軍からね、で1軍で見てきて、そういう使い方をしたらやっぱ選手は萎縮して力を出せないなっていう勉強のもとで言ったんだと思う。うん、ああ、そういうこと。何もその感じないで、いや俺の考え方はこうだからじゃなくて、はい、今まで積み上げてきた、勉強してきた、見てきたことをこうした方がいいんじゃないかという構想があったんだろうね、うん、自分の頭の中に。なんでそれを、まあ、そこで話したっていうのが記事になったっていう。そうだな。安倍監督って結構厳しい方なんですか？豊さんが見てどういう監督になりそうですか？やっぱり野球に対しては厳しいと思う、うんうん、だけどその厳しさもいろいろあるからね、はい、うん、だから現代に合う厳しさなのか、うん、合わない厳しさなのか、うん、やっぱね人ってね話し方で全然変わるからね。そうなんですよ、ね、同じこと言ってもね。え、そうなんですよ。いや、だから、まあ、そこら辺の話術っていうのは磨いてほしいなとは思うけどね。あの、なんか変に誤解されて伝わっちゃったりとか。そうそう、だから新之助ってある程度ストレートだからさ、はい、まあ、正直者だっていうね、うん、まあ、そういうことがあるから、もうそのいい伝わり方もするだろうけども、場合によっちゃ、うん、え、何言ってんのって思われることもあるだろうね、はい、だからまあその誤解がないように、うん、まあ、会話をしていってほしいなっていうふうに思うけど、うん、
ただまあ、ね、一軍の監督に就任って決まってから、はい、まあ、いろんな策というか新しい改革というか打ち出してきていて、あ、やっぱりこのままの体質だとか、うん、このままの現状でじゃあ戦えないというふうには思ってるんだろうね。そうですよね。やっぱこうライバルチームである阪神がビョーンと抜けちゃったから、はい、まあ、そこには追いつけ追い越せで、まあ、行かなきゃいけないし、うん、そのためにはこうやっぱ選手の意識だとかその起用法だとか、うん、そういうことも含めて何かこう変化をもたらさないと、はい、まあ、ダメだというふうには思ってるんだろうね。ですね、うん、だからまあその言い方上げ足を取ったらいくらでも取れるようなコメントだよね、はい、いやだけど俺はそうじゃなくてより良い方法勉強したことを踏まえて、はい、今の子はこうした方がいいっていうことを打ち出してんのかなっていうような気はするけどね。まあ、それが成功するか成功しないかは、うん、俺はやってみなきゃわからないし、はい、だからそこはまだもうちょっと時間あるから、はい、まあ、見守っていきたいなっていうふうには思う。そうですね、まあ、あのどういうふうな投手起用の仕方をするのか含め、まあ、キャンプも含め、うん、ちょっと阿部監督がどういうふうに巨人を引っ張っていくのか、まあそうだね、楽しみにしたいなと思います。いやもうあの下駄預けたわけだからさ、はい、だからもうこれはあのしっかりやってくれるというふうに信じてるしね、うん、で、あ、新之助と同じ飯を食った選手たち、うん、あの選手時代にね、はい、いるわけだからこれはこう引っ張っててくれると思うし、うん、それとやっぱこう選手が守ってくれるんじゃないかなっていうような気もするけどね、うん、まあ、おそらくね豊さん来シーズンのキャンプであの後輩でもある阿部監督のところに行くとは思うんですけれども、ね、いろいろ話また聞いてきてください。あのね400号新之助400号だったかな、引退試合だったかな、はい、ホームラン打った時に坂本勇人が万歳して喜んでたんだよ。あ、 ありましたね。あの姿を見てると、はい、まあ、良好な関係があるしね、うん、やっぱチームリーダーだし、はい、だからそういうことがこう選手を一つにまとめ、うん、新之助が引っ張っていくっていうようなね、うん、まあ、そういう構図だと一番安心できるけどな。そうですね、やっぱなんつっても坂本だよなるほど、はい